さんこんにちは。早速ですが、モンスターハンターダブルクロスの実況をしていきたいと思います。普通ならキャラメイクのところから始めますが、村クエストの初めの方は最終クエストばかりで、ほとんどが。で、終わるので、実況することがないことに気づきました。ということで今のは、これまでのあらすじというものです。今のゲームの進行状況は、星さんの村クエまでやっているという状況です。ここら辺から、大型モンスターの鉄カブラなどの、モンハン始まったな、おいという気持ちになれる、でかい奴らと戦います。食事を取ったところで、早速動画では初となるクエストをやっていきましょう。クエスト内容はドスファンゴの狩猟です。いつにも増して気性が荒いそうです。どうしたんでしょうね。さあ倒していきましょう。記念すべき1回目、安定した立ち回りってやつをとっとご覧あれでありました。はい、まあこんな感じで初めは進んでいきます。私がドスファンゴに苦戦しているところが見たいですか？見なくていいでしょう、そんなシーン。というわけで、お次のキークエスト。卵運びです。この運搬クエストにおいて、ニャンターは本当に頼りになる存在です。スタミナ無限は偉大。今は食事で運搬向けのスキルを選んでます。選んではいるのですが、効果があるのかは。よくわからなかった。まる。卵を運搬しながら説明していきたいと思います。わあ、でっかいモンスター。音の滝、起こすんじゃないよ。それでは卵運搬スタートです。運搬系のスキルつけた気がしたけれど。あ、キャッチには関係ない。使用したい。ここでいう快適とは、使わなくてもいいのにわざわざ罠を使ったり、爆弾を使用したりと、ソロプレイではあまりしない、無駄にアイテムを使った戦闘がしたい、ということです。目的を話したところで、ちょうどクエストが終わりました。何か他にも話そうとしていたことがあった気がしたのですが、忘れてしまったのでよしとしましょう。無駄な補足説明。まあ、こういうことができたらいいなということです。言葉より行動で示せです。これは解説というよりも快感なのでは。いいにせるしいやもう。ブレードダンスを試す。いけ補足終わり。時は流れて星4のクエストになりました。星3の緊急クエストはどうしたか、だって。動画がどっか行きました。まあ、あのクエストの動画あっても、星2の最終シーンと同じ様子が流れるだけなので、よしとしましょう。と楽観視していましたが、ネットで他のキークエスト探してたら、あのクエストが緊急クエストではなく、ホロロホルーが緊急クエストだった。あはは、やべえ。いやー、なんかこの動画最終シーンばかりだな、と頭によぎった時にわかりました。ということで、残念のリオレイヤー戦です。なぜこのようなことが起こったのかと言いますと、この動画は数ヶ月前に撮ったものだからです。最近モンハンやりたいなとなり、編集に入ったわけです。はじめに言っておきますと、この戦闘では解決プレイの彼女もありません。村クエの星5あたりでは罠とか使うんじゃない。では戦っていきましょう。まずは方向回避ミス。安定行動ですね。ノリを狙いまくる。気を取り直して、使ってる武器についても話していきたいと思います。今は総中棍を使っていますが、全てのモンスターを総中棍1本で攻略するつもりではありません。モンスターごとに戦いやすい武器を使っていくつもりです。今総中棍を使っている理由は、相手が空を飛ぶからです。装填担いでいったら攻撃が届かない。そして飛び回る背中を追いかけた過去の
恐怖にを生かしての戦闘となります。そして先ほど忘れていたことを話します。私は TA のような動きはできません。スーパープレイを期待した人申し訳ないな、あはは。画面の半分以上が黒板で隠れましたが、裏では戦闘したモンスターを攻撃しているようなシーンばかりなので、何もすごいことは起きていません。では何を実況していくのかという話になりますが、せっかく動画を作るならいつもより丁寧にゲームを進めてみたい、そう思ったため、私が今までやらなかったお供のスキル、サポート育成、いろんな武器を使っての攻略、アイテムの無駄遣い、そのためのクエスト周回の様子などを実況していこうという動画です。これで1回目の動画として、大事そうなことは全て話したはず、そして何をするのか話したところで、早速の伝令です。アイテム増加の様子、武器の生産シーン、そのための周回シーンは星5までありません。どういうことかというと、キークエストの様子は取ったけど他の作業シーンはいらないなという、過去の私の考えが引き起こしました。動画の初めに言った弊害がここで、もこれからはこの動画のことを考えて録画をしていきます。だからニュースです。ゲーム画面に戻りますと、ディオレアを圧倒的に上に立ってタコ殴りしている様子しか映っていませんね。実際にはダメージを食らい、何度もエリアチェンジをされ、その度に走り回るという、あれさっき過去の経験がとか言ったき、まあそういうシーンをカットすることで、私が簡単そうにプレイしているなと思わせるような変更行動をしているわけです。このやり方はこれからも続くので、皆さんメディアリテラシーを持ちましょう。お次はナルガクルガです。自信満々にブレイブたちを装備していますが、カウンターを決めまくれるわけではありません。というより、この武器でブレイブスタイルということは、カウンター重視の戦いになるはずです。にもかかわらず、お供を連れていくという。さあやっていきましょう。しかしこの戦闘で私は学びました。ブレイブたちは何度も戦えば、相手の行動を読んでカウンターをすることができるでしょう。しかし私のやりたいことは快適に攻略することであって、そのために何度もクエストをリタイアするのは違うのではと、この戦闘から気づけたのです。だからお供を連れてきたり、カウンターがそんなに決まらなかったのはしょうがないということです。やりました。これは快適にプレイできてるように編集すれば解決する問題。さあ超重要行動です。これを忘れては快適には近づけません。行くぞ猫ども。猫大砲じゃあ、目的は一つ、ゲロス一択じゃあ。歌ってもいい、歌います。なぜ今のモンニャン隊が重要行動なのかは、フルフルをボコボコにしながら説明していきましょう。さあボコボコにしていきましょう。なぜボコボコにすると言っているのかというと、このモンスター簡単そうじゃねえというイメージが理由です。だからあまり使ったことのないブレイブチャージアップスのエジットなれ、わはは。痛い、長い、チャンス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 、あばば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 。やっとエリアチェンジか。こんなに苦戦するとは思わなかった。まる。あふ？見たいクエストだったね。そうだね。はあ、回復しなくちゃ。ふん、生き返る。うへ。辛い、帰りたい、それは聞いてなーい。あば、ここで私のワンポイント、雷やられは気絶のヘアスタアップだよ。うわ、そう、リーチが足りない。その攻撃甘いよ。あへー、あー、もうやめて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 、そろそろ死んじゃうから死んじゃうから。うおー、痛いです。無理、もう置き換える。帰ったらあったかいご飯を食べるんだ。あばば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 
然快適じゃなかった。快適とは真逆の戦いだった。フルフルにあんなにボコボコにされるって自分では想像してなかった。ごめん、ちょっと今ショックがでかすぎてうまく喋れない。気持ちを切り替えてブレイブヘビーボーガンで来てみました。大丈夫大丈夫、ネットにはブレイブヘビーは最強って書いてあったからね。私でも使えるでしょう。無理でした。私、装備、変える。敵、強い。後ろ、弓、アクセルレーン。アイテムには、上昇薬。多分、同じ戦闘シーン、続く。フルフルの周り、時計回り。これで、被弾、減る。でも、動画として、つまらない。さあ、やっていきましょう。これぞ快適プレイの第一歩。同じシーンでつまらない。私が楽しければいいのです。絶対に許しませんからね。スタミナ無限。今から10分間。こちらはあなたの攻撃が届かないところから、きっちっと攻撃をし続けます。私を2回もリタイアさせた国、身をもってやがない。というわけで、説明すると言ってしていなかった、モンランタイの説明をします。黒板で隠れましたが、倍速前に言ったことを、そのまま行動に移しているだけなので、話すことはありません。では説明します。なぜモンランタイでゲロスを倒しに行ったのか。これは競争薬グレートを作るためです。エロスを倒すと報酬で競争 X が手に入ります。この競争 X とコンバリンクを調合することで、競争薬グレートが作れるというわけです。この薬があるだけでスタミナが無限になるので、装剣や弓を使うときにとても快適になるわけです。しかも報酬で出る競争 X は、1マスで確定2個なので、結構溜まっていきます。これぞ快適への道、そして系。我が波動の前に、フルフルなどこんなものよ。全身神さん装備に着替えて、最後のガララージャラ戦です。武器はブレイブヘビー。先ほどの戦いは、相手が遠距離攻撃持ち、そして2体。これが原因でダメだった。これらの問題を解消すれば、ブレイブヘビーの強みを出せるわけです。さあ、倒していきましょう。これでラストだ。頑張れ私。気合い入れていけ。うおーうおーで快適に倒そうときましたが、ブレイブヘビーの何が強いのかを話していなかったので話します。話すというより見てますが正しいですね。強いと言われている原因は、今やっているこのジャガニュースとスタミナを消費せず、かつ武器を出しっぱなしで走れるパワーランが強いから。え、いいのかな。多分そう合ってるはず。ブレイブ状態の時にしかこれらの動きはできませんが、あまり使ったことのない私でもわかる。この快適さと爽快感は使っていて楽しい。そして強い。欠点というと、ジャガニュースの弾の消費が激しいこと。でもガンナーの人は大体調合分の素材も持ってきているので、これは弱点ではないのかな。さあ説明らしきものの話を終えたところで、ガララージャラを倒しそうですね。快適にとか言っては名を使ってないけど、これで、終わりだー。倒しました。今回は何個ぐらいクエストをやったのかな。爆速で終わらせてしまっていますが、終わらせているのには理由があって、本当に何もすごいところがないからです。言ってはいけないようなことを言ったところで、今回は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。